8月3日、世田谷文化生活情報センターで、英語で学ぶ 3D モデリングの体験教室が開かれました。小学生を対象としたこの教室は、国が進めていく教育のデジタル化に向けて、子どもたちを応援しようと、世田谷工業振興協会の主催で行われました。夏休みに設けられたモデリングやプログラミングを行う複数の教室は、応募を開始して1時間ほどで定員の120人に達したほど人気のプログラムです。この日はモデリング初級として 3DCG の作成ソフトを使い、キーホルダーを作りました。講師は独自のメソッドによる英語で学ぶプログラミング教室を展開する六歩クラブのスタッフです。英語で説明を行い、サポーターが日本語で訳し、作業を進めていきました。一番上の白い四角をドラッグして上に引っ張ると伸びます。はじめはソフトの使い方に手こずっていた子どもたちですが、スタッフや保護者のサポートを受けながら、文字を浮かせたり沈めたり絵を描いてみたりと、教わったメニューを使いこなし、オリジナリティあふれる 3D のキーホルダーを完成させました。少し難しかったけど楽しかったです。楽しかった。簡単だった。なかなかいいですよね、子どもたちにね。小学校でまたやり始めるんだと思うんですけども、絶対役に立つと思うので、ありがとうございました。